皆さんこんにちは、Bレジェンド小林です。今回はインクラインサイドレイズのやり方を解説していきます。サイドレイズと同じく肩の筋肉、三角筋の横の方を鍛えるトレーニングなんですけども、サイドレイズの欠点として立っても座っても一緒なんですが、こう下ろしたところ、この辺の低いところで負荷がかかりづらいというものがあります。で、その欠点を解消するためにやるのがこのインクラインサイドレイズになります。やり方としては、だいたい45度ぐらいの角度に設定されたベンチに横になっていただいて、横から上げて下ろして、上げて下ろして、上げて下ろしてという風にやっていきます。通常のサイドレイズですと、下に持っている状態ですと当然ですね、肩に負荷ってかからないんですけども、斜めになっている状態ですと、この一番下、体の横にダンベルがある状態でも常にですね、負荷がかかっている状態になりますので、この下にダンベルがあるところでしっかり負荷をかけ続けることができますので、ぜひですね、サイドレイズだけでちょっと物足りないなという方はやっていただければと思います。はい、今回はですね、インクラインサイドレイズのやり方を解説させていただきました。他にも知りたい種目があればコメントよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。